い、どうも。おはようございます。今日も寒いですが、雨なんかな、最近はでか。まあ、ご視聴者の皆様ですね、この間からほら、いろいろ、まあ、ここで湯豆腐を作ったり味噌汁作ったりなしてますけれどもね、この今ほら、これ安丸だしのアンバサダーをですね、3月までちょっと引き受けて、まあそういった関係の動画を、主に作って発信してます。で、ほら概要欄の方からですね、安丸だしの高橋書店のリンクを貼り付けてますのでね、そこから、購入いただくと、薩摩の少年ジジイチャンネルから来ましたみたいな感じで、なんかこうアンケートがあるみたいです。そこから購入いただくとね、かなりこう割引でご購入いただけるみたいですから、よろしくお願いしますね。もう今後は、今年は最近の空間動画ばっかりやがと思うかもしれませんけれども、まあ、一応ほら、高橋書店さんのアンバサダー、まあ、紹介動画の案件な、よく言う世間に言う案件動画を、まあ、主に撮ってますんでね、ご勘弁いただきたいと思います。まあ、まれけんな、ほら、この前、滝に行ったとの、中央だとも挟みますから。で、今日は、なんかすっかりちょもちょ、ただ雨が降ってきたな。雨が降ってきたよ。土砂降り、土砂降りになってきた。土砂降り。で、まあな、その、リュウさんのリクエストで、ほら、こん前、おかびを食ったたと、だし醤油を作って、濃いだけで何かこう、おいしいっていうことで、濃いは、何も足さない。足さない、引かない。濃いだけで、あ、やっぱほら、茶碗蒸しをね、簡単によ、もう簡単にできる。もう込み入った料理のチャンネルはわぜあえわ、いろいろ、うん、込み入ったとおばせたちね、俺もまあ大連会でまあ簡単によ、まあ電子レンジでチンチできるなとか作った方がよかせんとかでもて、男料理やこれ、男料理、ほいでまあ濃いだけで、で何も入れんもよかったな、具もいらんってな、卵だけの茶蒸しつともね、味気がなかったと思う。まあ椎茸とかないと、あ、下味は違ったのか、考えみりゃ椎茸の出汁が入れたやつ、水なんか、うん、何よかね、椎茸も入ってたって、出汁出汁っていうのか、これは海鮮出汁で、まあ、椎茸って結構じゃない、あ、椎茸も入ってるな、出汁が入ってるわけな、ほんなら声ばっかりやってるいいな、具もよ、もう、ウリュウさんが鶏の卵と、だけで。で、普通ならほら、だしを作ってから、すった丼から、もう、こえばそのまま、ブレンドして、やってみろかなと思って。魚の、くずやら入っちゃうわけやろ。で、もう、このままやって、まあ、そのままやっていけない味ないかを、まあ、実験チャレンジ、ということで。で、もう、せっかくで、もう、茶飲む中で、ほら、じゃあ何も用意しろなんで、もうここで竹を切って、詰めに行きましょうか、蒸気でやれや、もう手がいらんな、おう、混ぜっせ、入れっせ、あんちゅう、雨やったやつね、上から傘をかく、まあ食うとこや、ほら、屋根が、まあ、いけんじゃいかな、まあ、じゃあ、ほいで、蓋もするで、ほら、蓋もするわけや、まあ、麺入れてもよかったら、あれだよ、よかったよ、蓋も。あとは上から何かカスして弾丸がかかったり弾丸がいいで、うん、雨嵐まあ下線が直接は時間によればまあな、うん、行ってみましょうかね、うん、もう段取りしてたとかな、はい、じゃあちょっと今から行きます。竹とよ、もう具が一緒なんだ、もうここだの山に三つ葉が大体入ってます、あの茶虫には三つ葉だけは山だからありますから、もう三つ葉だけ。ああ、そんな品が、うん。三つ葉だけ。ペッチ、目浮かんでるばっかりで品がある。香りもするし。三つ葉と卵だけのおかげで、銀杏とかよ、鳥とかよ、椎茸とかも、当たり前や、いっちょったって言うから、うん、もう、どう買おう金ももったいないから、とにかく、純粋にこれと卵だけでやってみましょうか。あ、そうか。そう。椎茸や、鶏肉屋の出汁も出るわけか、うん、普通のちょっと全部昆布椎茸昆布もいいんだけど、うん、よし、いやまあ、その竹を切っていけば、うんうん、雨が降ってきた、それとその蜜葉、あ、蜜葉そこあって、あ、でほら、でこね、お、いい子、ほら、わからんたって、蜜葉がないかもしたんだって、あ、あら
分かっとか、どういミツバチューと。そのホコタタ食わんわけ。まあ、クタタだな。あ、クタタやね。クタタだよ。これ、茎はほら、となってよ。茎はほら、みじん切りしして、まあ、ネギみたいな感じでほら。へぇ、下の上分からん。まあ、これ、セコール持っていかんもんな。葉っぱは見ちゃってよ。マムシ草やったよ。こういう食いは大変なこと。ああ、これはダメやったね。マムシ。何度か見ちゃってほらほら。ああ、はいはいはい。コブラの子じゃどうかな。うん。猛毒やってな。でも、こんた取らんけど、その。こまんかうちやにそっくりやわけ。うん。出てきたときは、ミツバやったよ。こっちじゃって、出てきたときはもうわからんでよ。うん。俺らは若い人は若いわけ、ほら、若い人はよ、いつもだったっすよ、取っていけば大変なことやろ、あいなとくや。こうも二条どんな、しぶれや。ほんと葉っぱはごまい。二条わけよ、二条どんなもん。そんた三つ葉か。いや、ちごじゃで、三つ葉とな、二条で、ほら、あー、こけあった、ほら。ほら。まあ、二条わけよ、これ。ああ、三つ葉じゃ。二条どんが葉っぱはごまいやで、ほら。うん。いや、違う。植物やわけ、そんた。今度は山野草、普通の。あ、へぇ。水場。もう太なっちゃったよ、これな。こういう。もう夏になりゃ焦げんなっと。へぇ。まあ、こう水場。あ、でもほら、自然のやつが。まあ、陰芽入っちゃればだってよ、課題でよ。この茎がな、太なった方が刻めやな。わずいよか、味噌するよ、横に逃がすんか。へぇ。よし、まあ、やっぱりやろうかな。クローバーは食わな、なんとこんた。クローバーも食わな、どら、そんたクローバーじゃねえ。仕事か。うん、へぇー。こんたね、なんとかしたらな、あ、紫花が咲ったから。あ、はあ、はあ、はあ。あ、俺、バサンギはああいうの気がする。どこそこはだ。あ、どこそこは。あ、水は。まあ、今まだ出たばっか、ゆらひかでよ。ふりおかせんとか。こっちの方がメロンかな。まあ、いけんけ、ここばっかりじゃねえけ、あなんかこう、チャームジポンチに乗ってたな。どっさいるいな。どうせ食わなかったって、こうしなかったんだけど。どっさいるいな、そういうの、なんか、えぐみとか、渋みとかが強かれば。まだ、このコマンカオチャ、えぐみはなかった。おぉ。よし、まあ。竹でも食う男は出に、竹を、竹を食おうかな。竹を、この竹。なんやろ、まあ、竹を横を出んとめっけ、広かやな。竹ほも、あんなけ、茶碗の代わりに竹、ほら、蓋をして、うんうん、前飯ってたがな、うんうん、竹で。あんな感じでよ、竹で、もうやれはもう、そのまま、蓋してやもう、もういいもんね。うん、わからん。竹を切ります。うわ、絶対だ。お疲れさん。ちたま、たかたかもな。葉っぱが前か、ここが蓋。蓋してよ。うん。もう卵を買ってよ。卵を買って、その、破壊、破壊で測ってよ。だいたい卵に対して、3対1で、卵1に対して、だしを3ぐらいでいるりゃ、まあ、普通の茶蒸しやと。まあ、やわめが好きやったらあれや、ほら。固めが好きやとか。このつのだしはいけんすと。で、卵と、だしをじゃあ、で、作っちょらんで、今日は直接これで。うんうん、まずいわけよ、もう水と。じゃあでも、とりあえず卵を、六花で。水もいると。水を入れんな、卵ばっかり入れて、虫たちた、ゆで卵やがな、単なる。ありがとう、いいとこよ。里芋を。里芋いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ただいま、ただいまお客様から、里芋いただきました。